最後は一切の補助なしで練習してみましょう。今までの練習を思い出して一人で逆上がり。ポイントは回るとき肘を伸ばさないこと、そして勢いよく頭の後ろまで足を振り上げることです。このとき鉄棒から体を離さないように一回転すれば綺麗な逆上がりの完成です。さて、いよいよ補助なしで一人で逆上がりを練習してみましょう。鉄棒を握って鉄棒の下に体が来るようにしましょう。肘をしっかりと曲げて足を天井に向かってキックするようにして腕も伸ばして手首を返してスズメのポーズで終わってください。初めて上がるときってなかなか上がらない。ちょっとね、太ももが乗るぐらいでよいしょ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 、そこから足の反動を使ったりして布団干しから体を起こしてやっと上がってくるので心配しないでください。スムーズにいくとこんな感じです。すぐに体が起き上がってきます。もう一回やりますよ。それでは補助なしで練習してみましょう。いいですね。もう少し体を前に、腕が伸びちゃってるからね、腕を曲げて、うん、そのくらいで頑張って頑張って、はい、いいですね。性能キック、はい、いいでしょう。キックして起き上がります。はい、いいでしょう。キック、はい、いいですよ。いかがでしたか？どんな運動もできるためのコツやポイントがあります。今は苦手でもいつかは逆上がりができるようコツをつかんでちょっと練習してみましょう。今までできなかった運動ができるようになった時の喜びは子どもたちにとって大きな自信につながることでしょう。ぜひお子さんと一緒にこの感動を味わってみてください。